あ、7%だね。毎週間学校行ったのに疲れてねんけど。学校って疲れるよね。わかる。けど私は学校がね、割と好きだった。勉強はマジで本当に苦手だったけど、私本当にいつもなんか再テストさせられる組だったんだけど、全然うん、なんだけど、ハーフくんさん、まあありがとう。そうなんだけど、それ入れよう。ドライヤーすぐしない人なんだ。いや、ドライヤーをする暇がなかったそう、上がったらもうこんな時間だった。赤点はないかった。ちょっとうるさいな。赤点はね、なかったんだけど、全然赤点という存在がなかったんだけど、でも中学校の時は追試が厳しかったんですよ。追試テストが、先生によって中学校のテストって違うじゃないですか。だから、例えば理科の先生、国語の先生は全然もう何点を取っても再試とかないけど、理科の先生は80点以上取らなければ再試ですみたいな感じだったの。オール3ぐらい、舐めてもらっちゃ困るね。だいたい4か5よ。まず授業態度がよろしかったですからね。はい。
4か5でしょ、大体。いや、ハードル高いでしょ。態度は、てかまあ寝てなければね。でも言うて意外と先生って生徒の態度見てないから。10段階のとことかあるの？うちはね、5段階。しかもテストも50点満点だった。中学校は。そうだ、50点満点で30、違う、割とね40点以上取る人っていうのは意外といなくて、すっごい頭いいトップの10位以内の人たちはそうなんだけど、中学校は50点満点で本当に先生によるけど、7割かな、分かんない、35点以上かな、35点以上取れたらいいんだけど、35点以下だったら、あ、違うわ、理科の、うちの理科の先生はですね、赤点関係なく間違えたとこは全部、間違えたその5句を10回書いたりとか、こう自習ノートにまとめてきて、それを見せに来てくださいっていう先生だった。それが意外ときついよね。7割、うちの理科の先生癖強かったですね。わかんないけど、言うてみんなそんな追試とかはあんまなかった。数学はね、ありましたね。数学はもうね、みんな採取してた。みんな採取して、しかも昼休み取られるから、うわごめん採取だわとか言って、みんなでそう、みんなでやってた。そう、中学校50点満点。まあ、テストの点数は悪かったと思う。ものによるんだよね。ちゃんと勉強したらちゃんと取れてるんだけど、まずテスト勉強をしようとしない、ここがまず一番の原因でしたね。はい、まあね、中学校は、私は中学校舐めてましたからね、中学生ながら。そう、中学校は留年とかしないじゃん、イエイって思ってたから。しかも中学校の勉強、普通に難しいじゃないですか。だから半分諦めた。そう、だからもう社会のテストとか、朝テストの当日の朝に自学ノートに重要語句をブワーって書いて、それを全部テスト前に暗記して、スタートと同時に問題用紙に全部書き出してました。そしたらね、あっという間に選択問題に早変わり。いっちゃんさん、ハートありがとうございます。
5教科合わせて100点も取れない子いてびっくりだった。5教科合わせて100点てか午後250、1教科分ってこと、50点ってこと。あー50点は取ってたかな。1教科20点だよ。でも1教科10点の子とか全然いましたよ。うん、いや中学校はね先生の問題によるんだよね。普通に先生が、先生の性格と先生の問題のセンスによるんだよね、中学校なんて。そうだから50点満、100点満点の5教科で何点だったぜ。だってもう学校によって違うんだよね、正直。そう、私も学年によって全然違いましたもん。例えば中1の時は英語の先生がマジで点数取らせてくれなかった先生だったけど、本当に難しかったけど、逆に2、3年生になってからは先生が変わったから、ちょっと分かりやすいっていうか、まあむずいけど分かりやすい問題になったりだよね。まあ点数じゃないしね。人生に必要なことをちゃんと学べとけばいいんですよ、学校は。高校は赤点なかった、わかんない、なかったね。はい、高校は赤点なかったです。てか赤点という概念がわかんない、逆に。赤点って言うけど、赤点っていう概念がわかんないんだよね。赤点なんてないから。小中高生ずっと。そうだから赤点と言われてもわかんない、赤点とはってなる。今の学校ないんじゃない、赤点っていう、なんか言い方。30点以下赤点はね、そうなかったし、別に成績に直結するって感じでもなかったし、うちの。そうそう、高校は留年してる人いなかった、いたんじゃない、わかんない、みんなの成績を把握してるわけじゃないけど。補習とかもないですか。あー、ちゃんとこう商業系の高校に行ってますみたいな友達とかは割と補習もう土日も補習に行ってたからほぼ休みないぜみたいな感じだったけど、そう、赤点はね、なんかよくわかんない、赤点っていうのはわかんない。いや高校生は本当に、私本当に勉強してない、全然勉強してないと思う。今冷房つけてる、ちょっとだけ。そう、うちの高校は、うちの高校はね、なんて言うんだろうな、なんか
勉強も大事だけど、テストの点数より、こう、テストの点数もだけど、こう、点数より人間の点数を上げなさいみたいな学校だったね。人間的な、社会的なじゃないな、なんか人間、テストの点数も大事ですけど、ちゃんとした、こう、なんて言うんだろうな、校則とかも大雑把な感じだった。なんかあれだ、そう、大雑把なね。感じでしたね。そう、こうなんか商業系の高校とかっていう高校じゃなかったけど、やっぱりさ、目的が違うじゃないですか。商業系の高校に行く子とか、農業系の高校に行く子とか、こう看護師の学校に行く子とか、そういうね、それぞれ別に、それぞれ、何て言うんだろう、の高校にね、特色はありますからね。そう。でもなんか、学生時代面白かったですよね。私も面白かった、普通に。HKT の武田智香と一緒の高校でした。びっくりしたよね。なんかショールームで見たことあるなと思う子がいて、で、そう、で、それが武田智香でした。あと石田カレンもね、一緒だった。入学式で、そう、なんか見たことある子がいるなーって思ってたら、そう、武田智香でした。すごいよね。同じクラスで心強かったですね。そう、だからモカピーと体育の授業とかさ、こうペアになってくださいみたいな、ペアになって、じゃあ皆さんペアになってくださいみたいな、したらもうね、知り合いが、そう、最初のうちはみんな知った人いないと思うんだけど、うちらはすぐ友達になれて、そう、でずっと一緒にいた。いっちゃんさん、だるまありがとうございます。そうだ、みんなね、公演があったりコンサートがあったりでね、そう、もう毎日のように一緒にいるぜって感じではなかったんだけど、そう、
カレンさんたちが修行時間ギリギリに入ってくるの動画で撮ってたから、なんで知ってんのそれ。なんで知ってんの。そうマジで武田智香と吉田カレンさんはね、本当に授業始まる、授業というかホームルームみたいな始まる10分前でも5分前ぐらいに来る普通に。でもそうなんか何分前に来いとかないし、授業に間に合ってればいいですよって感じだから、全然何時に来てもいいし、なんなら他の子もすっごいギリギリに来てたみんな。そうやさしいかな。パパキチさんバラありがとうございます。みんなギリギリだったね。結構じゃあ58分なので、何期限ます。あ、そうね、そうそう、武田智香の寝てる写真とか あったね。懐かしいよ、もはや。じゃあランキング見まーす。13位フロストさん、12位横尾さん、11位ヨンミさん、ミサノは、10位ツーリンダルマさん、9位 MT07 さん、8位シンゴさん、7位、サポロナミさん、6位ジョークスノーさん、5位チャリングさん、4位インチャさん、3位イサシさん、2位サミツジロウさん、1位アヌネさんでした。ということで本日もありがとうございました。明日は6月11日、ジョン・マイ・ラブは明日土曜日ですね。6月11日はジョン・マイ・ラブは14時公演、そして配信もあり、なんとなんとアフタートークショーもあります。ぜひ来てください。明日はちょっとアフタートークショーのメンバーが素晴らしい、すごい面白いメンバーになってるので、すごい面白いトークが聞けるんじゃないでしょうか。それではおやすみなさい。バイバイ。見てねー。